うわー、はい、どうもこんばんは、生物観察の鬼です。今日は外来ゼミの幼虫を取りに来ました。向こうから聞き慣れないセミの鳴き声が聞こえてきます。あれが外来ゼミの鳴き声です。腹広カマキリの幼虫がいますね。カマのお手入れしてます。そこ竹やぶなんですけど、この中から外来ゼミが大量発生してます。今鳴いてますよね。暗くなると竹やぶからガサガサ幼虫が出てきて羽化しに来るんですよ。羽化するために出てきた幼虫を捕まえて持ち帰ります。あ、いましたいました。これが外来ゼミの幼虫ですよ。大きいですよね。外来ゼミもでかいんです。スズメガの幼虫がいますね。何かな、これは宝石赤の何かだな。ん、あ、コフキコガネだな。可愛い顔してますね。お前じゃねえんだよ、溶岩のは。おったおった、ムンズ。うわ、ブリブリ。あ、すごいモール。捕まえたセミの幼虫は100均で買ったセルケースに入れてきます。たくさんの幼虫をごっちゃにすると幼虫たちで傷つけ合っちゃうんでね。あ、おった、またおったよ。おい、またおった。簡単に見つかるわ。あ、またおった。竹やぶの周りに遊歩道がありまして、ここの遊歩道をリセマラしてると無限に取れます。ムンズ、もう浮か始めてるやつがいます。早いね。この外来ゼミは羽化がめっちゃ早いんですよ。なんかガサっとると思ったらカブトムシやが。カブトムシはメスですね。ここカブトムシ結構いるんですよ。あ、その死骸があります。タヌキとかカラスとかに食われてるんですよ。ここでも羽化してます。ムンズ、ウバカゲロウじゃん。よし、捕まえた。これがアリ地獄の慣れの果てです。ウスバカゲロウ。ツバカミキリがいますね。これ幼虫が美味しいんですよ。すごい捕まり方しとるな。ほい、あれあれ、ヒロポンさんじゃないですか。あれ、おーちゃんさんじゃないですか。いや、奇遇ですね。いや、本当に奇遇ですね。今回一切やらせなしで奇遇ですよ。マジだよ。なんか聞いたことある声やなって思ったら、なんかあの見覚えのあるシャツがこのおーちゃんさん一丁だから。そうそうそう、これね、だいたいこれか、これ、あのおーちゃん T シャツじゃないですか。そう、ちょっとあんま正体バレたくなかったからこのシャツで来たのよ。あれ、高桐みつるさんじゃないですか。お疲れ様です。お疲れ様です。先日お世話になりました。二人ももしかして外来ゼミですね。ですか、うん、食べようと思って。ああ、なるほど。大量に来て今ここで羽化させてるんですよ。羽化したやつを食べるの。羽化した直後の羽が伸びきってないソフトシェルが一番うまい。なるほどね。フェンスの中立ち入り禁止やのに、なんかチートしとるやつがおるな。ズルして中入っとるやつがおるって何あれ。おいお前、立ち入り禁止やぞ。そこはこれ説教っすね。耳立てやがってお前。はい、変な耳しやがってお前。あ、逃げた。うわ、チーター逃げましたね。絶対食べてますね。ちょっとこういうズルする同業者やると困りますね。食ってる食ってる食ってる。食ったね今。こういうズルする同業者おるとちょっと迷惑だな。マナー悪いっすね。あれマナー悪いっすね。あれ、オオサムシ綺麗。なんか食っとるな。あ、めっちゃカブトおるやん。カブトだらけ。ノコギリのメスもおる。ノコギリクワガタ、オスもおった。うわ、カブトムシが繁殖活動してますね。ノコギリクワガタいますね。カブトムシとノコギリクワガタがいっぱいついてます。ここカブトムシとクワガタムシの死骸えぐい。めっちゃカラスの餌食になっとる。早っ、大羽化してますやん。羽まで伸びちゃって。そういう感じで、こういう感じです。串刺ししてそれを炙って食べるんすか。そういうことです。ミディアムレアぐらいがちょうどいいんですよね。中のね、汁がね、完全に蒸発しきらないぐらいが一番美味しい。ほう、ケツが伸びてきたら食べる時ですね。経験者語るという、ね、一人で来て動画撮らずに食べてますからね。動画撮れよ。中さん、どうぞ。中さん、食べていいですか。はい、食べるの初めてですか。初めてです。あー、じゃあぜひ食べてみてください。いただきます。あ、美味しい。器用に登ってきますね。よくここまで登ったな。こんなとこにもいますね。反対向きになってるけど降りようとしてますね。だからもう逃げられない。うわー、もうセルケースが埋まっちまう。セルケースが満杯になってしまったんで帰りません。もう一枚あるんですよ。生きとる。うわ、マジか、生きとる。こいつなんでこんなとこにいるんですか。うわ、女王だなこれ。間違いない女王よ。気をつけろよ、危ないぞ。危ない危ないぞ。奥行っちゃうね。奥行くんじゃねえよ。行かないで。あ、そう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 。あ、偉い偉い偉い。よしよしよし。偉いね。いけ。偉いね。偉いよ。よし。あ、いた。よし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 。偉い。はい、確保。君は僕のペットになるでちよ。同じ時期珍しいな。いや、こんな時期に女王取れると思ってなかったです。すげえな、まだおんやな。まだおるんですね。7月も終わりやというのに。柵のてっぺんに登っとる。よくここまで登ったな。コカマキリの幼虫じゃないですか、それ。これコカマキリですよね。コカマの幼虫あんま見ないですよね。あんま見ないです。意識して探さないせいだと思うんですけど。中で浮かしとるやつおるやん。ちょ、早い早い、フライングフライング、待って。おった、ムンズ。やばい、早くも埋まってしまった。うわー、あっという間に40匹取れちゃいました。
これをホテルに持ち帰って羽化させちゃいます。あー私は帰りますわ。お疲れ様でした。お疲れ様です。そのシャツかっこええやん。いいでしょこれ。ここで最近買ってんですよ。おーチャンネルとかいうなんかわけわかんない YouTuber がいて、公式サイトにこれ売ってたんですよ。かっこええやん。リンク教えて。あ、はいはい、概要欄に貼っとくんで。ホテルに持ち帰ってきました。では大量捕獲してきた外来ゼミの幼虫ちゃんたちをこちらの洗濯カゴに仕込みます。いけ、危ない、うわーうわー。洗濯カゴの中に放たれました。洗濯カゴの壁がメッシュになってるので捕まりやすいんですよね。ここで浮かしてくれるはずです。こうやって洗濯カゴに入れとかないと、なんかベッドの影とかね、回収できないところに幼虫が逃げ込んでしまう可能性がありますからね。早速登り始めてる子がいますね。はあ、こっちでも登ってきとる、登ってきとる。結構登ってくるのが早いです。もう上まで到達した子もいます。風呂入ってる間にめっちゃ浮かしてます。もう体が全部出ちゃってるやつがいますね。体が全部殻から出て羽を伸ばしてる子がいますね。あ、あれは発音機の共鳴板が長いんでオスですね。この子はメスだな。発音機が発達してないんで。ほとんどの個体が羽化してますね。あー、ちょっと下に落ちてしもとる子がおるな。手前側の壁の子たちも羽化してますね。うわー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 、結構色がついてきましたね。もう飛べる子もいるみたいで。ほら、もう飛ぼうとしてる。やばいやばいやばい。皆さん、これが外来ゼミの正体です。これは竹をつくつくという中国原産のセミです。深いですよね。重さはクマゼミの方がありますけど、長さで言ったらクマゼミとどっこいどっこいです。かなり大型のセミさんです。もう発生終盤なんでメスが多いですね。幼虫を40匹持ち帰りましたが、羽化してちゃんと羽が伸びたのは28匹でした。だから出たけども羽がちゃんと伸びなかった、いわゆる羽化不全の子が4匹です。ちゃんと羽化できる確率は7、8割といったところでしょう。何年も土の中で過ごして地上に出てきてもちゃんと羽化できるとは限らないんです。厳しい世界ですよね。あのように殻から出ることができずに力尽きてしまう子もいます。これ現場で羽化させたらもうちょっと高確率で羽化できるかもしれません。ここに持ってくるまでの間にケースの中で揺られたりもがいたりして体力を消耗してますからね。なので自然状態ではもう少し高く見積もってもいいと思います。8割から9割ぐらいの可能性もありますね。その代わり自然界では羽化の途中に捕食されてしまったりという可能性もあるんですけどね。竹をつくつくは殻が割れてから羽が伸びるまでの時間がだいたい1時間ぐらいで、セミとしては結構早いんですよ。アブラゼミなんて3時間以上かかったりしますからね。竹をつくつくは羽化が早いんで、セミの羽化観察にはもってこいの材料ですね。定着してる場所が限られてるんでどこでも観察できるものではないんですけどね。では羽化したセミさんたちは家に持ち帰ります。羽化できずに死んでしまった子はペットの餌にします。この子とか背中割れる前に力尽きて死んでますね。でも大丈夫です。亀の餌にするんで命の有効活用ですね。